え、雨上がり消したいの監視さんについてヒロきさんの見解を聞きしたいです。私から見ると宮迫さんは全くとは言いませんが悪くないと思います。人生は限られている中、いつ芸能界を吹きさせてくれるかわからない、吉本の老害どもの判断を待つより、YouTube にチャレンジ成功して宮迫さんの判断は妥当だと思いますし、素晴らしいと思います。それにそれでは使えなそうなホタさんが嫉妬司会さんだっただけにしか見えません。テレビや綺麗事をやたら並べてつまらないのでヒロきさんの話を聞いてみたいと思いました。 ホタハラさん多分ちょっとメンタル病んでると思うんですよね。宮迫さんいない状態で俺全然やれてます。なので、雨上がり消したいというグループとかって別に俺所属する必要ないっすっていう状態であれば全然いいと思うんですけど、あの、まあ、雨トーク途中まで見たんですよ。僕まだ最後まで見たんですけど、ホタハラさんほとんど喋ってないんですよね。まあ、宮迫さんが久しぶりに入ってきて、宮迫さんがこう面白い話をするのと、その東野さん、出川さんとか、まあ、基本みんな喋れるゲスト の日なので喋れるゲストの人が面白いことを言って回す。っていうので、蛍原さんの回しで面白かった部分ってあんまりないんですよ。要はなんかあのね。じれ肛門って言われて笑いを取るとか。誰剣道、小林さんが面白いことを言って笑いを取ってる状態でアメトーク続けた方がいいよ。っていうので、蛍原さんもアメトーク続けたくなかったけど、まあ宮迫さんが続けた方がいいよって言ってし、出川さんも続けた方がいいよって言ってたって。話でぶっちゃけ。蛍原さんいなくてもアメトーク成立するなという風に僕は見えたんですよ。あの番組を見て一応。 宮迫さん、ほと原さんの雨ながら騎死隊がいて始めた番組だからその肩われが司会という形の方が落ち着きがいいよねという状態でほと原さんがいるんですけどほと原さんじゃない人がやったとしてもこれ完全に成立するよねっていう状態ででそのほ原さんがまあその繊細で頑固な人だっていう紹介をまあされたと思うんですけど宮迫さんと関わり続けてずっと謝り続けるというのが俺はもう耐えられないだから宮迫 とは関係ないいい人生を歩みたいってううののが原さんの選んん選だだ道だと思うんですよその気持ちは全然わかるんですけど、ただ、関わらない人生を歩んだとしても、まあ家族とか今後の人生とかもあると思うので、仕事は残しといた方が得という判断になるはずだと思うんですよ。要はあの状態の蛍原さんを見て、蛍原さんの名前で冠番組をオァーするテレビ局ありますかっていうと、 多分ないんですよ。なので、まあ、そういうのがあるから、全然俺はその自分の名前で食っていけるぜってなるんですけど、でも、今のところ多分その、アメトークという場所ぐらいしか多分その、続かないと思うんですよね。若手芸人さんの場所ではあるし、で、その、蛍原さんの収入の源でもあるので、アメトークは続きべきだよっていうのを他の芸人さんが言ってるのはすごく正しいと思うんですよ。ただ他の芸人さんが、その、お前の実力だと冠番組なんかもう持てねえから、マジでやめるのとか間違ってるよっていうのは多分言えないんですよ。 でも、本心多分そういう感じに見えると思うんですよね。なので、僕はそこら辺のその冷静な判断ができてない時点で、その、ホトハラさんはちょっとカウンセリングとか受けた方がいいんじゃないかなと思ったんですよ。宮草子さんっていう人が、なんでこんなことになったかっていうと、多分優秀だったのが問題なんですよ。 その、ほとはさんが、あの、YouTube をやっているということ自体が、その、ほとはさん的には納得がいかなかったっていう話だと思うんですけど、多分、あの、宮迫さんが、YouTube 超失敗してたら大丈夫だったんですよ。登録者数が数千人とかで、再生数も全然回んなくて、TKO 木下さんみたいに、マジでもうかんねえみたいな感じであれば、ほらね、YouTube ダメだったでしょで、その、吉本工業にもう土下座して謝って、なんとか食わせてくださいっていう形にして、下から入るっていうのであれば、 ま,まだ成立した可能性もあるんですけど生地宮迫さんが YouTube 成功しちゃったんですよね。成功しちゃったせいで、その別にテレビとか戻んなくてもこいつ食えてんじゃんっていうのがもうみんな見えちゃったんですよ。本来守るべき村社会吉本のルールっていうのを守りませんでした。守らなかったやつがひどい目にあって謝って帰ってくるんだったら俺たちの村社会に戻してやるぜと。なので村社会のルールは守ってみんなでやりましょうねなんですけど、ルール守らなかったやつが超う うまくいっちゃったっていう時に、戻ってきたら、ルール守んなくていいじゃん。俺うまくいったしってなっちゃうじゃないですか。なので、余計に戻せないっていうので、宮迫さんうまくいったのが良くないっていうことだと思うんですよね。そもそものなんか宮迫悪いやつだよねとかで、確かにあの、彼がその、近海強盗だったことは僕も良くないと思うんですよ。あ、これ冗談で言ってますよ。<laughs> 宮坂さんんんんがやっっっったたた悪いいいいとととてて何ででですすかって言った時にちゃんと説明できる人あんまりいないと思ううよね闇営業という名前で呼ばれたこと が良くななかったっったてていうことになってるんで、すけどそそもそも吉本芸人闇これはあの宮、吉本の人も言ってるんですよ。若手の芸人とかも普通にそのなんかあの、紹介されたちょっとした仕事とか、結婚式の司会とかってやったりしてお金もらってるのは普通にありましたと。闇営業自体が良くないっていうのは実は論点ではなくて、宮迫さんがやった本当に悪いことって何なのっていうのって、吉本の偉い人に嘘をついたことなんですよ。 吉本の人にとってみたら、嘘つかれたはすげえムカつく話だと思うんですよね。このパターンをやったのが、極楽トンボの山本さん。であの、極楽トンボの山本さんも、板尾辻さんっていう人も、若い女の子に手を出すっていうのをやりました。若い女の子に手を出すっていうのをやった二人の芸人さんがいるんですよ。でも、板尾辻さんって吉本で普通にの戻って仕事してますと。山本さんっていうのは戻るまでに10年ぐらいかかったんですよね。じゃあ、その違いは何なのっていうと、吉本に嘘ついたかどうかなんですよ。 伊藤さんはもう若い女の子手出しましたすいませんって謝って謝ったから吉本的には悪いことはしたとでも吉本の幹部に嘘をついたわけではないので俺たちの仲間だよねとで山本さんの場合は悪いことはしました幹部に嘘をつきました嘘をついたということはもう仲間じゃないよね っていいいのののななでで宮坂ささんんんがやっっったた悪てて吉本本幹部に嘘をつかかどうかなんですよねも、まあ、もしくは外部の人から見ると、まあ僕ら別に吉本関係ないじゃないですか。吉本の偉い人に嘘ついたかどうかとか、超どうでもいいわけですよ。で、それよりは、どれだけ悪いことをやったかどうかで、まあ未成年の女の子に手を出しましたよね。それは悪いよね。干されるべきだよね。わかりますと。闇営業悪いかっていうと、超普通なんですよ。別に事務所通さないで仕事するの普通にやるでしょ。でそれ 認めてたよねと youtuber とか。でもその事務所を通さないで、あの勝手に仕事を受けてやってる。例とかもいっぱいあってで、それは事務所にとってはなんとか事務所を通してください。よって話なんですけど、一般市民から取ってみたら知った。こっちゃないじゃないですか。その会社の論理であって、社会の善悪ではないのでで。ただ吉本的にはまあその宮迫さんはそういうことをやったから戻すわけにいかないとで、そのパターンでいくと、あの極楽トンボの加藤さんっていう人も吉本にエージェント契約っていうのをやったんですけど、結果1年で切られたんですよね。あの。 で、仕事は続いてるんですよ。スッキリっていう番組のあの仕事をずっと吉本経由でやってて、で、別に視聴率の続いてて、その司会の仕事も続いてますと。で、なんで切りますっていうのになったかっていうと、エージェント契約をするみたいな、うちに歯向かうようなやつが居続けると、歯向かってもいいんだって思われてしまうから嫌だっていうのが、これあの僕の予想ですよ。あの、これ公式の吉本って言ってないので、なのでその嘘つく奴は嫌だとか、俺たちに歯向かう奴は嫌だっていう、その吉本の村社会の論 を言ってて行動してるだけなんですよなので、加藤さん悪い奴かっていうと別に僕どうでもいいんですよね。で、よし、その宮迫さん悪い奴かっていうと別にそれどうでもいい話で、どうでもいい話なんですけど、問題はメディアは芸能事務所に忖度するんですよ。 あの、スポーツ新聞とかが、あの、要はこういう芸人がこんなに悪いやつだ、みたいなこといっぱい書くんですけど、で、そういうとこってその芸能事務所と仲良くないと、いい情報とかいい話とかもらえないので、芸能事務所にこいつを叩けっていうのが来ると、ま、ガンガン叩くんですよ。っていう結果、そのなんかメディアを見てる限り、なんかあの人金塊行動でもしたんじゃないのみたいなすげえ悪いやつっていう印象がついちゃうんですよ。でもなんか本当にこの人がやったことは何なのっていうふうに思うと、なんか別に宮迫さんそこまで悪いことしたのっていうのと、あとまあ、 ブ原さん、ぶっちゃけカンブリ番組作る実力ないよねっていうのがあるので、なんか、あの騒動はいかがなものかなと僕は思いました。はい。